何してんですか？これ団子を作ってる。団子作ってんの？ゆいちゃんのお団子を食べたいというので。これですか？ママが給食で教わってきたお花見団子を作っております。しかも2回目です。本日1回作って食べてもう1回作る。ちょっと柔らかくしたいから、うん、柔らかくしたらついちゃうね。頑張ってるじゃん。ゆいちゃん頑張ってるね。できたら置いてね。こうなってるわけですね今。でね、みんな早いんです。まあ給食の仕事がこういうところで役立ってますね。はい、面白いよ本当にいろいろ。出汁からちゃんと取るしね。寿司ママ。あ、そうなんだ。作ってる。ちゃんと作ってんだ給食って。作ってる。しっかり出汁が効いてるから味付けはほんのちょっといい薄味で。作ってるよ。上手だね。みーちゃん作った、見して。作ったやつ丸くできた。丸くほら。お、上手上手。すごい上手じゃん。ゆうちゃん置いてごらん。置いて。じゃあ、ママちょっとお湯沸かしてくるよ。でこれお湯に、お湯に入れて、もう 1,2 分でなんていうの、浮き上がってくるから。これ上手ゆうちゃん。どれ取ってあげようか。えらい、手伝って上手だね。連絡ノートに書こうね。お団子作りましたって。はい、1歳だ。じゃあ3歳と2週間ぐらいですかね。3歳と2週間も20日ぐらいかのゆうちゃんでした。